千次郎でございますさあ今日のテーマはこちらでございます瀬戸廣也氏の不倫騒動について物ーすということでございますけどもさあこれなんですけども9月の半ばですね経過をちょっと喋らせてあげますねこれ雑誌で見たんですけども BMW で、まあ、この瀬戸廣也氏が女性をピックアップしたんですその後ですね足立区の休憩4600円のラブホテルに行ったんですね雑誌もすごいですね、まあ、そういうところまでちゃんと見てるんですね で、1時間後に出てきてと、女性を、まあ、降ろしたんです。その後、自宅へ戻って、国産に乗り換えて、それで娘たちの保育園行ったと。で、まあ、保育園の、まあ、送り迎えですね。うん、まあ、迎えに行って、まあ、それで帰ってきたっていうことなんでございますね。さあ、これが出た報道ですね。まあ、世間からですね、いろいろ言われましたね。まず言われたのが、4600円安いと。ね。で、安いっていうことなんですけども、一方でですね、いや、高いでっていう。 これ、どうなんですか ?4600 円、ラブホテルで。まあ、オリンピック選手がね、4600円。いや、でも、オリンピック選手関係なくですね、4600円、高いで安いで、高いで安いで、みたいなね。高い安い論争みたいになのあってるというね。<laughs> で、あとですよ。1時間半は早いでということですけどね。これ、何時間やったらいいんですかね ?1 時間半。うん、確かにね。 5、6時間いたいのも長すぎませんかまあ言ったら水泳選手は速さを競いますからね。うーん、何時間やったらいいんでしょうかねっていうことなんですけども、あと言われてるのが、娘がかわいそうってことですね。なんででしょうね女性には BMW で行って、乗り換えて国産で行ったからなんでしょうかねじゃあこれ逆やったらどうなんでしょうね うん、女性ね、国産で行ってね、じゃあ家帰って、BMW 乗り換えて、保育園行く。これやったら女性に失礼しちゃう。いや、保育園にそんなの乗っていくんどうやねんって言うと叩かれてるでしょうしね。じゃあ同じ車、一緒にもう国産で、まあ女性乗して行った。帰って、国産で行った。うーん、そんな、浮気した女性をね、不倫した女性を乗したその車で子供を迎えるとかみたいな。結局まあ叩かれるっていうことになるんですけども。さあ、これに対してですね、ながですよ。 飛び込み選手の、こうゆうかさんですね。この方が、直筆でコメントを出してるんですね。ちょっと読まてもらいますね。この度、ヒロヤの行動により、日頃から応援してくださっている皆様、スポンサーの皆様、大変ご迷惑をおかけしました。今後どのような形で皆様に、信頼を回復していくことができるのか、よく話し合って考えていきたいと思います。っていうね。この騒動に飛び込み選手だけやって飛び込んできたというね。<laughs> これが言いいいいたたかかっただけかというういうとうううそでございますけど、まあ、うん、この妻がですねこういう謝罪文を出すことに対してもそんなことをさすなとかそんなことをしなくていいとかねうーん男性の尻脱いするのは女性かとかっていういろいろ話があるんですけども何よりですねこの謝罪している場所がですねやはりこうスポンサーさんですよやっぱ怒りますよねほんで ANA アナの広報部が言ってるのがイメージにふさわしくないって言って確かにね うん。まあ、事実を確認して、関係者で話し合って今後のことは決めるって言ってるんです。確かにそうですよね、イメージ。ANA、穴が、どこの穴やねんってことですからね。どこなの、穴なんだろうかと。僕はよく言ってたのは、JAL と、まあ、穴が、まあ、合併したらね、穴るになるんちゃうかっていうね。僕なんかもう、穴と JAL さんからも一生使っていただけないでしょうけども。<laughs> まあ,あ、僕のですね、意見じゃあ言わせていただきますね、これね。うーん 僕の意見はですね、今年はですよ、まあ、鈴木アンジュさんが50代の4000円ラボオフリンっていう、の4000円です。でも、この瀬戸弘氏はですね、4600円ちょっと高いというね、向こう50代なんですけども4000円というね、うん、ラブオフリンがあったりとか、何よりですね、お笑い界からはですよ、アンジャシの渡部君、多目的ドイレを使用したというね、 その多目的は、その目的はなかったということなんですけども、それが分かったなというさあ。若いスポーツマンのですね、激安ラブオフリンはですね、それからしたらですよ、なんと、爽やかなんじゃないかということでございますね。爽やかでございませんかそんな多目的トイレじゃないわけですもう、あれがあるからですね、もうほぼ他のものがね、ちょっと爽やかに見えてしまうというね、そういうことでございますけども、僕は何より一番気になってるのは何か。このラブホテルのベッドの上では、 自由型もしくは、背泳ぎなのか、得意は、メドレーってことですよね。ってことは、メドレーなんでしょうかねどうなんでしょうかねそのあたりは、すごい気になるということでございますけども。まあ、26歳、頑張っていただきたいなと。世間に別に謝る必要あるのかっていうことでございますけども。謝るぐらいなら、ベッドでは、 メドレーなのかどうなのかを教えて欲しかったなと、そういう話でございました。もしよかったら、チャンネル登録の方よろしくお願いします、ね、チャンネル登録、一つよろしくお願いします。